SB 食品株式会社は、カレー、香辛料などを製造、販売する日本の大手加工食品メーカーである。日本で国産カレー粉を初めて販売した会社とされているが、遺説もある。陶器場の本店は、東京都中央区日本橋かぶ町だが、スパイスセンターという本社事務所が、東京都板橋区宮本町にある。スパイスセンターはかつては、 板橋工場があったところで、敷地内に国会議事堂を模した建物があった。SB カレーの館には国会議事堂の絵がデザインされている。レトルトカレー市場への参入は1970年にサンバードチキンカレーで参入するものの、販売が振るわなかったことに加え、カレーというのは元来調理した肉、野菜を入れてじっくり煮込むもの。 三分間でできるカレーなんてものは邪道だという、創業者、山崎峰次郎。1974年の移行もあり一旦撤退。山崎没後の1982年に、フォンドボーディナーカレーレトルトで再参入を果たし、現在に至る。社会人陸上部の活動でも知られており、瀬古敏彦などが所属していたが、2013年3月末で、廃部となった。 1977年に SB スナックチップでスナック菓子事業に参入するが、採算に合わないなどの理由で2003年に菓子事業から一旦撤退した。スナック菓子のラインアップには、SB5、8チップのほか、SB スナックトースト、SB アメリカセンベ、SB や、ラレチップ、SB スナック鈴木くん塩味、SB スナック佐藤くん、チーズ味、田中くん、 山本さん、SB キャプテンツバサスナック、SB 機動戦士ゼータ、ガンダムスナックなどが存在していた。その後、2016年に輸入販売するフランスのジャムブランド、ボンヌママンの消化し、ボンヌママンタルトシリーズで13年ぶりに合詞事業に一旦復帰。しかし、販売不振のため2018年12月までに販売終了となり、合詞事業から、 再び撤退した。この他、飲料事業にも参入したものの、短命に終わっている。飲料のラインアップには、たっぷりグリのミネストローネスープ、たっぷりグリのコンソメスープなどのスープ飲料から、スーイングバージントニックソーダ、スーイングバージンライムソーダ、スーイングバーワインスカッシュ、バナナパーラー、インド風、ミルクティー、茶、紅茶、お茶、 超微炭酸オレンジ100%、超微炭酸アップル100%、超微炭酸グレープアップル100%、超微炭酸ピーチアップル100%といったソフトドリンクも販売していた。かつてはカレーの王様を関東地方及び高速道路のパーキングエリアで運営し、東名高速道路上里サービスエリア下り線を運営していたが、カレーの王様は プラスゲートに譲渡し、上里サービスエリアの運営も、賛義鉄道に譲渡した。陶器場の称号は、冒頭の通り、SB 食品であるが、1992年7月から、対外的には、SB 食品の表記を使用している。絵としているのは、商標の漢字表記が、めぐみすみであったため、1930年に太陽と鳥を図案にした。 ひどり印を商標にし、翌1931年に、太陽イコール、酸と鳥イコールバードの頭文字の SB をひどり印に併記した。この商標を由来として、1949年に称号を SB 食品株式会社に変更した。2000年に、ブランド戦略として SB の文字を含む、スパイスハーブを掲げ、 それを新たな企業ロゴにも反映した。SB の表記は、イギリスのカレー粉の老舗メーカーであり、世界で初めてカレー粉を商品化したと言われる、クロスブラックウェル社の名を意識したものであるとも言われている。関東、新越支店関東営業所関東、新越支店新潟営業所、静岡県静岡市青井区東静岡市の3の29オルソック。 静岡ビル5回カレーシチュー林、丼物、パスタソースた放送米飯、SB カレー小鹿に SB テーブルコショ椒ラー油グイリラー油、のせたれ。その他、ラー油カレーシチュースープスナックか診療デザート、その他などた多数 SB 食品陸上部は、1954年に、創部以来、2012年までオリンピックをはじめとする、国際大会の代表選手を輩出。 マラソンでは、セコトシヒコが、国際大会において優れた成績を収め、実業団初の外国人ランナーとなる、ダグラス・秋キュリが1988年、ソウルオリンピック男子マラソンにて、銀メダルを獲得した。駅伝では全日本実業団、対抗駅伝競争大会において1984年、第29回大会から4連覇を達成したほか、準優勝3度を飾る。 東京号として知られる。しかし、90年代以降は、瀬古の現役時代のライバルであった、総茂、総武士兄弟率いる朝日成の前に一度も優勝することができず、2000年の第44回全日本実業団、対抗駅伝競争大会では9位と入賞すら、逃したのを最後に、駅伝中心の練習から、マラソンや長距離種目で、 世界大会を目指す方針に変え、翌2001年以降は、駅伝から撤退していた。2012年8月31日、SB 本社が記者会見を開いて、2013年3月末日をもって、陸上競技部を配布し、59年間の歴史に終止符を打つことを発表したが、翌年1月6日、ソーシャルゲーム大手の DNA が、 SB 食品陸上部を受け入れることが分かった。スポーツ推進局長を務めるセコと、竹澤健介を除く所属する選手ら全員が同社へ移籍した。セコも2013年4月1日より DNA 陸上競技部の監督に転身している。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。SB 食品陸上競技部に関するカテゴリー、ありがとうございます。